海牛ランド高佐とは、福島県北方市にある博物館形式の北方市化石資料館を中心とした複合体験交流館の愛称、公募で決定した。2010年7月17日に開館。名称は、この地で発見された新種の化石、藍津高佐とか、異牛にちなんでいる。北方市高佐都町は、古くから科目、経過目 海類化石が多く産出する土地として、江戸時代の藍津藩市田村三世も、藍津一符で紹介している。この地は2300万年前は深い海で、その後の地殻変動により、徐々に浅くなり、入江、貴水湖化し800万年前頃に陸地化したこと、その後も、阿賀川という大河が流れ続けていたことなどの偶然が、重ねり足したような生物が生息していたと見られる。 1970年以降、クジラ、海牛、サメの葉化石などが相次いで発見され、それらは高さと郷土資料館に収蔵されていた。その後、塩壺橋の掛け替え工事に際しても、おびただしい数の化石が発見され、そこが手狭になったため並行した、小学校校舎の有効活用も含め、その展示の移転が検討され、 教室の雰囲気を残したまま現在地に解消したもの。1階は化石の展示を中心とした体験学習ゾーンがあり、2階は交流ゾーンメモリアルゾーンに分かれている。1階の体験学習ゾーンはさらに5室に分かれている。北方市高里町西羽川沢お衝動3163番地。北方市海牛ランド高里都条例。ありがとうございます。